はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、ではダブルを助けてリボーンズガンダムを倒したところの、続きからやっていこうと思います。ではこの奥にですね、進んでいく形になりますので、やっていきましょう。まあ、もういきなり敵が出そうですけど、おう、ピクシス、ゾディアッツがいるじゃないか。めんどくさいからもう全体攻撃で、ガンガン行きましょう。こいつあったかな、全体攻撃メビウスないよな。で、ランドスラッシュストライクなんか使ってきたのか。ゴリオス、ユニコーンがちょっと減ってんな。ウィザードかヒールがあるのは。お、ここに中継ポイント。目的地っぽいところに来た。一歩進むと目的地。ここが監視室だ。壁に備え付けられたモニターにはエリア各所の様子が映し出されていた。そのうちの一つが倉庫内を映していた。あったぞ、あそこに映っている箱が怪しい。倉庫の場所は分かったか？今確認する。場所はここよりさらに奥だ。しかしそこへ向かう通路を映すカメラには大量のエルスが映っていた。その一部や壁の間違えた、その一部は壁や床の侵食を始めていた。見ろよ、エルスの大群だ。まだまだ悩まされそうだな。仕方がない、増援を頼もう。戦力は温存しておきたかったが。太郎は拠点に増援の要請をした。了解、すぐに別動隊を編成する。我々がこれから向かう倉庫の位置情報を送る。そこで合流しよう。了解。よし、では倉庫へ向かおう。太郎もなんか指揮官的な役割になってますね。で、倉庫の奥ってどっち？あ、こっちか。最初のところとのショートカットになりましたね。このクラゲヤンビを倒すのにも4人がかりか。そして全体攻撃を放ってくるな。ライダーを回復させましょう。なんだ、侵食されてるもしや。どうした、これは。うっ、エルスだ。エルスが通路を侵食しているのか。はあ、はあ、ダブルをしっかりしろ。なんとか大丈夫だ、早く倉庫へ行こう。おお、ここ通っていくのか。入って大丈夫なのか。このエルスは活動を停止している、問題はないはずだ。そうか、侵食すると活動停止するのか。理屈はよくわからんけど。すげえな、完全に真っ白だ。ただ戦闘シーンは普通の通路だ。めんどくさいなこいつらは。
ダムがちょっと SP 少ないですね。ユニコーンはめっちゃ SP あるのに。こっちかな。あ、なんか見えますね。エルスの部屋みたいなのか。ちょっと回復させておきましょう。よし、これが倉庫のあるエリアへ通じる扉なんだが、エルスの侵食がこうもひどいとは。これでは開けられん。うわ、どうした？エルス、こっちも囲まれたか。だ、誰だ？こいつらか、エルスってのは。おお、別動隊か。お前たちの定めは俺が決める。ほわほわ。お前も来たのか。仮面ライダーばっかじゃん。光に頼まれて来たんだからな。リストも分かったよ。え、何今の会話は。よし、行くぞ。うわなんて数だ。ほわー。え、こいつらだけ？別動隊って。確かに。うわ、やば、こりゃ無理だろう。うわ、エルスが、能量支配が頭に。ダブルオー、大丈夫か？うわ、ダブルオーは苦痛に耐えられなくなり、悲鳴を上げ、撤退を始めた。ダブルオー、どこへ行く？ん？かかってこないのか？って、どこ行くんだ？エルスはダブルを追っているんだ。俺たちも追うぞ。勝手に進んでますね。こっちだ。急げ。おう。前方で戦闘が起きている。戦っているのは誰だ？下がってろ、ダブルオー。逃げ回ってどうなる。はあ、だが待て、ガデラーザ。任せておけ、エルスはこの俺が対応する。うわガデラーザってどれくらいでかいんだろう。次から次へと叫んでばかりで。ガテラさん、一人じゃ危険だ。こいつらは何これ、俺に巻きつけられてる。大丈夫、ここで死ぬ気はない。あ、引きつけられてるか。急反転し、その場を後にするガデラーザ。するとエルスの大軍もその後に続いた。何をする気だ。GN ブラスターで一網打尽にする。やったか。ダメか、数が多すぎる。うわあ、まずい。エルスがガデラーザを取り込もうとしている。うわあ、ガデラーザ、俺の声が聞こえるか。逃げろ。ダメだ。それよりお前らにこれを。なんだ。ガデラーザは最後の力を振り絞り、ヒーローたちに隔壁の鍵を渡した。ネバーを倒してくれ。侵食されちゃった。
ガテラーザ、隔壁の鍵を入手しました。やったー、グアッ。てかこいつ食らって大丈夫なの？おい、エリスはまだまだいるんだぜ。くっ、どうすればいいんだ。おお、クア、キャン。こりゃ本格的にまずい状況だぞ。お前たち撤退しろ。俺がライザーシステムで高濃度 GN 粒子の意識共有領域を作る。太陽炉もないのにトランザムを？粒子貯蔵タンクでは無理だろう。うわー、エルス、お前たちは何者だ？対話が始まったのか？何を求めている？はあはあ、答えてくれ、答えてくれ。しかしダブローの脳は膨大な能量支配を受けきれず、すでに限界を超えていた。ガー、いかん、このままではエルスに。今助けてやる。助けたら撤退だ。ここは俺たちが時間を稼ぐ。今のうちにダブルを拠点へ。すまない、拠点へ行くぞゴッドガンダム。ゴッドガンダムたちは意識を失ったダブルを拠点へ運んだ。また撤退か。ダブルはすぐにメディカルルームに収容され、ライジングガンダムによって適切な処置が施された。その甲斐あってか間もなく意識を取り戻し、まだ療養は必要なものの会話ができるほどに回復した。とりあえず全員無事で何よりだ。別動隊もご苦労だった。おう、任せといてよ。みんな心配かけたな。おい、もういいのか？いいわけないじゃない、本当はまだ絶対安静なのよ。すまない、対話に失敗してしまった。いやー、大したもんだぜ。あんな金属ともダチになろうなんてすげえよ。俺も見習わなきゃな。しかし敵は何を目的にエルスの研究をしていたのだろうか。俺が噂に聞いた話では、何かの代用にしようと企んでいたらしい。代用って DG 細胞かしら。いえ、ナノマシンかもしれませんよ。それと他の回では別の力の研究も行われているらしい。そのための実験台として俺たち以外にもヒーローを捕獲し連れてきているようだ。もしかしたらその中にティガもいるかもしれない。そうだな、できる限り救出を目指そう。それと忘れてはいけないのがかけらだ。ダブロー、かけらに関して何か知っていることはないか？特に噂は聞いてないな。まあとにかく隔壁の鍵も手に入ったわけだし、先へ進んでみようじゃないか。うん、それがいい。別動隊も引き続き行動を共にしてくれ。了解。ダブロー、あなたはもうしばらくメディカルルームよ。ああ、わかってる。キャー、お嬢さん、どうしたんです？そんなに驚かないでくれよ。なんなのよ、あんた。ああ、カネゴンさんじゃないですか。知ってるわよ、なんでここにいるかってことよ。カジノ作っていいって言ったじゃないか、あの手のお化けが。あ、あんなの冗談に決まってんだろう。帰りなさいよ、気色悪い。ひどい。そんなこと言ったってさ、もうできちゃったんだカジノ。後で見に来てくれよな。あ、マジか、カジノできたんだ。行きたい。隔壁の奥へ。え、どこカジノ？カネゴンカジノが開放されました。ありますね。おお、チュートリアル。カジノチュートリアルを始めます。カジノではカジノ専用コインを使ってミニゲームを遊ぶことができます。コインはマテリアで
交流するほかに、ゲームコインでも購入できます。コインはミニゲームに勝つことで増え、それを景品と交換することができます。ミニゲームと景品の種類は待機行動のカジノ強化レベルを上げることで増えていきます。ああなるほど。カジノのチュートリアルは以上です。カジノレベルね。コイン交換、景品を見てみましょう。メガライフギット、大復活キット、アクティブクローク。お、いいね、アクティブクローク、これだけか。まだ闘技場、強敵と再戦します。まあいいか、カジノはカジノでちょっと別でやっていきましょう。とりあえずじゃあ待機行動、これじゃなくてブリーフィングルーム行って、待機行動、今全員素材になってますけど、全員カジノ強化にして一気に上げましょう。あ、間違えた。はい、 OK、では隔壁目指して、このまま進んでいきたいと思います。ゲートポート、隔壁は1と2どっちから行った方がいいんだ。隔壁ってそもそもどこだっけ。とりあえず2を目指していきましょう。隔壁、ちょっと地図を見ますけれども、え、印とかねえな。隔壁どこだ。ここが隔壁かみたいなこと言ってた気がするけど、ちょっと忘れちったな。1の方かな。あ、そうだ、ここから1に飛べねえんだ。ちょっとリターンして。あ、いや、何もやってないのに。ちょっと1から進んでみようかな。こっちか。打撃に強いからな、めんどくさい。よーし、お、なんか始まった。あれ、マウンテンキューブじゃん。フェニックス、あなたまた復活したのね。いい加減呆れるわ。ああ、ヒーローどもを倒すまで何度でも復活する。俺はもう好きにやると決めたんだ。ワイズマンの意志に背くことは許されないわ。ふん、知ったこっちゃねえよ。待ちなさい。あ、聞かねえな。何だと、何だとじゃねえ、なんだとか。あいつらはここから別のキューブに行ったんだな。待ってろ、俺がぶっ潰してやる。フェニックス、行かせてやれ。ワイズマン、フェニックスの目的はヒーローたち。むやみにゲートを減らすようなことはしないはずだ。ここはひとまず様子を見よう。ワイズマンがそうおっしゃるのでしたら、わかりました。あいつらまだマウンテンキューブにいたんすね。隔壁、隔壁と。こっちかな。まあ今イベントが始まったから位置的には間違ってはないのかな。自分のなすべきと思ったこと、先手取ったんで今回はしていきましょう。よーし、どこだ隔壁は。ここ全然ちげえし。うわ、クズヤミー4人だ。これはもう全体攻撃で葬る。ごめんなさい。よーし、これでいけるはずだ。オッケー、
こっちこっち。お、ここは全然違う。本当にわからない隔壁の場所が。クズ闇2体か。そうこうしているうちにゴッドガンダムがレベルが上がりそうだ。ここは繋がっただけだな。どこだっけ。こっちへ行くか。ここは全然ちげえし。よーし、でもなさそうだな。こっち行き止まりだ。なんかを使ってきたんか。ゴリアツめんどくさいな。やばい、ユニコが死ぬ。SP を減らす技とかないのかな。ダメージ床もちょっとめんどくさいな。ここ？ここか？ここからは通れないようだ。え？違うの？あ、ここっぽい。そうだ。ちょっと回復をさせておきましょう。やばい、ユニコーンの SP がほぼない。けど、まあちょっと、このまま行きましょう。これが隔壁だな。そうだそうだ、ここだ。早く例の鍵で開けようぜ。ゴッドガンダムは隔壁の鍵を使った。普通だな。妙に静かだな。ここは閉鎖エリアではないはずだが。おい、監視カメラがあるぞ。敵は俺たちを見張ってるってことだ。天井には小さな監視カメラが設置されていた。念のため壊しとくか。だだだ。
ヒーロー諸君、ちゃんと見てましたよ。ついに侵入してきたな。例の作戦を始めるのか。ええ、頃合いです。成功を祈ってるぜ。エターナル、あなたの研究はなかなか面白くなってきたぜ。まあそれはあんたの作戦が済んでからだ。ふん、お呼びですか。リブラ・ゾディアツ、ついにヒーローたちが侵入してきました。いよいよ例の作戦を実行する時です。打ち合わせ通り頼みますよ。はい、分かっております。ところで今一度確認しますが、成功した暁には例のものをくれぐれもお忘れなきよう。もちろん契約は必ず守ります。なんか企んでますね。とりあえず進みますか。お、どうした、なでしこ。ん？道が分かれているな。左は何の扉だ。厳重に鍵がかかっている。簡単には開きそうもない。こっちは無理だな。無理だな。右へ行くしかねえだろう。たったそれだけの会話。お、他のエリアですね。おお、地下2階。前方に扉っぽいものが見える。特に何にもなかった。うわー、アイテムが持てない。もういいや、これ捨てよう。ちょっと SP が減ってるからライフキットを使うか。特にこの部屋は何にもなしと。ん？フォーゼ。フォーゼ、どうした？どうした？ちょっとなでしこに用があってな。お？一緒に来てほしい。怪しい。怪しいな。太郎はフォーゼの所在を確認するため拠点に連絡をした。フォーゼ、ちょっと待ってろ。まずい、さらばだ。おう、フォーゼだ。いかん、おえ。おう、どうした。お前の偽物が出た。何、すぐ行く。これフォーゼ入れてたらどうなったんだろう。ヒーローたちはフォーゼの偽物を追った。この扉の中か。物音がする、入るぞ。キャーン。もう諦めるんだな。なでしこをどうする気だ。そこへ拠点から駆けつけたフォーゼが入ってきた。はやっ。どうやってこんな早く来たの。なでしこ、なでしこは無事か。フォーゼ、一歩遅かったな。お前が偽物か。なでしこを放せ。そうはいかない。これはもともと我々のものだからな。ご苦労でした。もう結構ですよ、リブラゾディアツ。はっ。あ、お前は。フォーゼの姿を借りることでなでしこの捕獲は予想以上に簡単だったよ。くっ。だがなぜそこまでしてなでしこを。知りたければ教えてあげましょう。これはなでしこなどではありません。我々が発見した宇宙生命体ソルです。ソル、知性や感情を持たず反射的に物質をコピーするだけの金属状の生命体です。待て、なでしこは知性も感情もある。俺が笑いかければなでしこも笑い返す。そうでしょうか。それもすべて反射行動だと思いますか。違う、ダチだからだ。まあいいでしょう。なでしこの本来の姿をご覧に入れましょう。ユートピアドーパントはなでしこを特殊な装置に入れた。おい、何しやがんだ、やめろ。すると装置が起動し、なでしこは瞬く間に銀色の粘液状の物質へ変貌した。これがソウルです。
信じてもらえましたか。擬態する金属生命体、まるでエルスじゃないか。ええ、ですから我々はエルスをソルの代用として研究していたのです。そこまでしてソルを必要とする理由は何だ。超銀河王を誕生させるためですよ。超銀河王、全宇宙の支配者たる能力を持つ最強の存在です。だから何だって言うんだ。なでしこはなでしこだ。俺はなでしこと友達の印をできなかった。なんかわけわかんねえけど、なんかダチとは違う、もっともっと熱いんだ。胸がギュッとするんだ。俺のこの気持ちはごまかせねえ。好きなもんは好きだ。聞いてるかなでしこ、お前のことが好きだ。なかなか熱いっすね。するとその言葉に反応するかのようにソルは光を放ち始めた。おお、復活したなでしこ、ほうぜ、ありがとうなでしこ。戻った、奇跡だとでも言うのか。これは予想外、私驚きました何この会話は。思った以上にソルの進化は早いようですね。面白くなってきましたよ。ビブラトディアツ、ソルを奪い返しなさい。はっ、そうはいくか。はあ、おっと、いくわよ。えいや、ソル、おっと、なでしこには指一本触れさせない。ポーゼ、こいつは俺たちが引き受けた。ファントムじゃないけど今はそんなこと言ってられないしな私を倒す気ですか。よろしい、相手をして差し上げましょう。はあ、ほわあ面白い。我々はポーズとともにビブラゾディアツを倒すぞ。この小娘が、う、あ、なでしこ下がれ、あとは俺たちがやる。貴様らが相手か、いいだろう。リブラゾディアツか。まあ例によって弱点から探していきましょう。とりあえずビームテンパー、こいつは光と、で、氷、おなんだ、おお分裂した。弱点らしい弱点はないな。どうしようかな、攻撃でいいか。じゃあメテを使って、今日風を使ってみましょう。おお、ってかめっちゃ分裂してる。いてー、ゴッドは攻撃して、こいつは回復させよう。万能ライフキット、普通の万能キットみたいなのないもったいないな。まあいいや、ウルトラマンちょっと多分動けねえかんな。ヒールで自分を回復させましょう。分身の方が弱いのかな。いってー、てかめっちゃ敵が増えてる。もう全体攻撃でいくか。でこいつはヒールレインで回復させて、ウルトラマンはちょっとメテオでゲージを貯めつつ、全体攻撃、ドラゴンブレス、電撃、うお強い、やばい、めっちゃいる、何体出てくるんだ。もはや見えないんだけど画面が。ちょっと全体攻撃で押していくか。そうすると
ヒートは回復しないとまずいからな。ウルトラマンがな、やっぱりこのピコンピコンシステムがちょっと厳しいな。そしてやばいSP がない。あと1回しか使えない。これおし、よかった。うおー、ミスター1人。そしてこいつの攻撃強えし、分身する割には強え。よし、ただ全員半分以上は減らしてんな。ユニコーンやっぱ回復じゃない、もう回復できねえ。こいつ攻撃するしかねえか。じゃあ何、射撃無効か。リケを叩きつけてきたって何。よし、ラッシュをかけて倒すか。もう一応2を使うか。ゴッドスラッシュ使えん攻撃。ウルトラマンはいけるな。メビウスキック、こいつももう使うもんがない。攻撃とくらい。メビウスキック。お、スタンした。見て。しぶとい。もう一ターンで倒せそうな気もする。これで倒してくれ。よし、あとは分身。オッケー、やったやったやった。くっ、リブラが破れるとは。お前も破れる運命だ。グッ、そうはいきませんよ。グハー、お遊びはここまでにしましょう。サドンダス。連戦は無理だよ。何回も言うけど。ぬおー、カモンカモン。体重の割には挑発的だな。なんだこいつ。よー。撤退しろ、撤退。うわー。得意な撤退しろ。超進化生命ミュータミットですよ。ミュータントじゃないんだ。サドンダス、ソロを奪い奥に連れてきなさい。させるか。ぐおー、うわー、うん、ぐぐぐぐぼー、ぐわー、ぬははははフォーゼ、なでしこ、あいつなんて強さだ。ああ、だが諦めてる場合じゃねえ。追うぞ。そうだな、わかった、行こう。おお、勝手に進んでるよ。待て、はあ、はあ、まだ生きていたか。私はまだ生きているぞ。しぶとい野郎だ。大丈夫だ、こいつは俺たちに任せとけ。ああ、俺たちだって往生際が悪い方でね。フォーゼ、なでしこを助けるんだ。ありがとうよお前ら、あとは頼んだぞ。なでしこ救出とやってるところだけど、もう SP がみんなボロボロっす。一旦帰りたいけど、この先に拠点があるかどうかっすね。わかんないけど帰ろう一回。お、カジノが強化された。新しい景品が追加されました。
はい、というところで、じゃあ次回ですね、なでしこ救出のところから進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。